データベース設計はソフトウェア開発工程においてデータベースの詳細なデータモデルを作る工程である。データベース設計の成果物である物理スキーマは論理設計上の決定と物理設計上の決定及び物理的な記憶装置に設定するパラメータ群をすべて含む。物理スキーマで記述される物理的な記憶装置に設定するパラメータ群については 何らかのデータ定義言語を使って記述する際に必要なパラメータ群のみを決定する。DDL で記述された内容はデータベースを構築するために使うことができる。十分に詳細に記述されたデータモデルは各々の実体ごとに属性群を詳細に規定する。ウィキシステムを実体関連図で記述した例データベース設計という用語には曖昧さがある。 データベースシステムの全体の設計のうち、いくつかの異なる構成要素に対して、データベース設計という同じ用語が使われている。正確には、データベース設計という用語は、データを永続化するために使われる、基本データ構造群の論理的な設計を意味すると考えられている。関係データベースを使う関係モデルにおいては、データベース設計は、 規定関係の集まりと同質関係、ビューの集まりを言う。オブジェクトデータベースを使う、オブジェクト思考モデリングにおいては、データベース設計は、実体の集まりと関連の集まりは、オブジェクトのクラスの集まりと名前付きの関連の集まりに、直接に対応づけられる。しかしながら、データベース設計という用語は、設計の工程の全体に対して適用されることも、ある。 その場合は基本データ構造に加えてデータベース管理システムにおいてデータベースと相互作用するアプリケーションソフトウェア全体の一部分として使われるユーザーインターフェースやデータ操作をもデータベース設計の対象に含まれるデータベース設計を行う工程は一般的にはデータベース設計者が行う多くの作業から構成されるこうした 作業のすべてがあらゆる場合において必ずしも必要であるわけではない。多くの場合、データベース設計者が行う作業のうち必須であるのは次に列記する作業である。関係モデルにおいてはデータベース設計の最後の作業は一般的にはさらに二つの作業に分割することができる。一つは、 構築するシステム内の情報をグループの集まりにまとめる作業である。この作業は一般的には規定オブジェクトの集まりを同定する作業である。規定オブジェクトの集まりに関する情報がデータベースに永続化されることになる。もう一つは情報のグループの集まりあるいはオブジェクトの集まりの相互の関連の集まりを決定する作業である。後者の作業は データベースとして、オブジェクトデータベースを採用する場合は、不要である。データを気構造に構造化する場合は、必然的に階層型データモデルでデータを構成することになるであろう。階層型データモデルによるデータ構成は、親からこの関連の集まりである。オブジェクトデータベースでは、オブジェクトクラスのインスタンス間に、単純に位置いたの関連を使う。 オブジェクトデータベースではまた、オブジェクトクラス間に、階層的な関連の概念を導入している。このオブジェクトクラス間の階層的な関連の概念は、継承という用語で呼ばれる。継承の関連においては、階層構造の上側のクラスを規定クラスと言い,い、下側のクラスを派生クラスという。多くの場合、データベース設計を行う人は、データベース設計に精通している。 一方でデータベース設計者が永続化の対象となる業務データの業務に精通していることはあまりない。こうした事情によりデータベースに永続化するデータを決定する作業はデータベース設計に精通している人と業務に精通しておりかつデータベース内にどのデータを永続化しなければならないかをわかっている人との共同作業でなければならない。この作業は 一般的にはソフトウェア開発工程における要求分析の作業の一つと位置づけられる。データベース設計者には業務知識に精通している人々から必要な情報を組み取る能力が必須である。なぜならデータベース設計で必要とされる業務知識にはデータベースに対するシステム面での要求が明瞭に表現されていないことが多いからである。 データベース設計者は永続化しなければならない各々のの業務データ要素を基盤として思行することに慣れていないことが多い。永続化するデータは要求仕様で記述する。データベース設計者はデータベースに永続化するデータを同定した後、次にデータがどのように互いに関連し合っているかを決定しなければならない。この作業を行う際に、 データベース設計者は、一般的には、データ間の従属関連を同定する。このような従属関連で結びついているデータは、一方のデータの一部分の情報が、他方のデータに依存している。すなわち、依存元のデータの一部分の情報が変われば、依存先のデータもまた変わるのである。氏名と住所の一覧の例を考える。次のように前提する。 この前提のもとでは、氏名は住所に従属している。なぜなら、住所が異なれば、その住所と関連している氏名もまた異なっているからで、ある。しかしこの逆は、必ずしもまではない。すなわち、氏名が異なっていても住所が同一である、可能性がある。永続化の対象となる、様々な情報を入力として、従属関連の集まりが同定されると、 データを論理的に構造化することができる。データの論理的構造はデータベース管理システムによってサポートされる記憶域オブジェクトに対応づけることができる。関係データベースを使う場合は記憶域オブジェクトは規定関係である。関係は組と属性の中にデータを格納する。各お々の,おの,の関係は 論理的オブジェクトのもしくは一つ以上の論理的オブジェクトと一つ以上の論理的オブジェクトを結びつける関連の実装を表現する。論理的オブジェクトの間の関連はこの論理的オブジェクトと親の論理的オブジェクトを結びつける関連として格納される。複雑な論理的関連はそれ自体が関係である。 複雑な論理的関連を表現する関係は、おそらく複数の親の論理的オブジェクトの関係群への参照を持つであろう。オブジェクトデータベースを使う場合は、記憶域オブジェクトは、オブジェクト思考プログラミング言語で使われるオブジェクトに直接に対応づけられる。オブジェクト思考プログラミング言語は、データを管理しまたデータにアクセスするアプリケーションソフトウェアを記述するために、 使われる。関連は、オブジェクトクラスの属性として定義されるか、もしくはオブジェクトクラスにおいて、操作を行うメソッドとして定義される。データベースの物理設計では、記憶装置上でのデータベースの物理的な設定を指定する。この設定には、データベース管理システムのデータ辞書に保持される、次に示すものの詳細仕様が含まれる。システムの詳細設計には、 次に示すものが含まれる。クリス・デートなどの人々は、関係データベースによる、データベース設計の基盤となるいくつかの原理を、提唱している。デート、CJ ホカピアニッシも、182から183、一部改編、ネイビーキャットデータモデラ。ありがとうございます。